始まりました週の真ん中まんたけ TV でございます。ゆみちゃんはさ、はい、スカートとパンツどっち履くことが多い？普段というか、まあ、ゴルフの時。ゴルフはスカート。スカートが多い。うん、それはなぜ？やっぱ意識してるから？してない。今度からパンツにしようかな。ってことは下着ってことですか？パンツごめん、パンツにする。いやいやもう下着でこれっても逆にすごいそこまで意識されとるんやってなっちゃう。つまみ出されて。ぜひ期待してください。水曜日ゆみちゃんはパンツで来るそうです。パンツごめんね。じゃあもう行きましょう。はい、参ります。YouTube 先生難民さんからです。はい、ありがとうございます。最近ゴルフのレッスン系 YouTube がすごく多いですよね。いいところだけ盗もうといろんな動画を見ているのですが、先生によって言っていることがバラバラで、もはや何を信じたらよいかわからなくなった上にスイングも崩してしまいました。 YouTube レッスンの上手な活用法を教えていただけたらありがたいです、とのことです。なるほど。これは結構うちのフィッティングでも来られて言う方いらっしゃいますです。レッスンとか受けられてますか？受けてます。どういう方ですか？ YouTube です。受けてるんですねみたいな。受けてるっていうか、もう本人はもうまさにもうレッスン受けてるんですよ。無料で。しかもその多いんですよ。見漁ってる方っていうか、いろんなの見てる。で結局勉強熱心だね。だからよく言えばそうなんです。結局何がもうまさにこの方、何がよくわからなくなって最終的にスイング崩しちゃってるっていう。まあこれねもう。よくある話っちゃよくある、まあ、確かに今は本当に僕らのギア動画もそうやし、レッスン動画すごい多いじゃないですか。情報が溢れすぎてます。だから自分で車種選択っていう、あ、車種選択、車これまだコメント欄あれでやったやつ。僕ね、国語がね3やったんですよ。文字にしたらまだ読めるけど、多分ね空で言うのが多分ね言うことないですもんね、あんまりね。はいはい、まあまあそうなんですけど、これがその何を自分が利用するかっていうのをその選ぶっていうのが難しい時代ですよね。だからまあそもそも実際のレッスンで当たり前ですけど、例えばじゃあ2人の先生についてレッスン受けるなんてことはほぼないじゃないですか。それと同じで、できる限り僕は YouTube っていうもう1つとは言わなくても、まあそんなに見あさるもんじゃなくて2つか3つぐらいにして、この人の話を聞こうとかで、じゃあそれ選ぶのって何かって、僕はやっぱり。言ってもその人その人でやっぱいくら動画で言ってるってポリシーはあると思うんですよね。絶対レッスンの先生ポリシーがあるので、そのポリシーとか、あと言ってることがスッと入ってくるとか、この方共感できるなと思う人をやっぱり、先生にすべきかなと思いますね。でただ僕はここは別に正直僕別にレッスンするプロじゃないので、別にそこはそういうふうに言ってるんですけど、一番厄介なのは、厄介っていう表現するとよくないかもしれないですけど、 YouTube って当たり前ですけど一方通行なんですよ。ってことは、まあ、僕らの動画でもそうです。今僕いつもフィッティングの時言ってますけど、この動画で全て伝わると思ってないっていつも言ってると同時に、レッスン動画なんて一方通行なわけじゃないですか。で一方通行の動画を作る時に絶対大多数、要するに日本人多数決の原理なんで、大多数に合うことを言うのがセオリーじゃないですか。当たり前じゃないですか。だから例えばじゃあ7割の人に合うものと、まあ2割でいきましょうか。2割の人に合うって言ったら、7割の人に合うことを言う方が絶対動画的にも伸びますし、もちろんそっちの方がいいわけじゃないですか。ってなってきた時に、例えばじゃあよくあるのがアイアンのダウン量の話ですね。入射角ダウン量が、大体の人はアイアンの入射角ダウン量が浅いんですね。だからもっとダウンに打ちましょうっていうレッスン動画って多分いっぱいあるんですよ。じゃあこれをダウン量がきつすぎる人向けの動画ってほぼないんですよ。ってなってきた時に、まず自分のダウン量もしてあるのに、じゃあもっとダウン量増やさないといけないのかって、仮にその人が入社が5度以上あるような人が、この人のレッスン、この人が夜からもっとダウン量増やさないかって言ったら、もう抜けませんよクラブ。もう地面に埋まりますけど、もはやクワですよね。はい、要するに何が残念って僕が思うのは、その先生を選ぶっていうのはもちろん大事なんですけど、まず自分を知らないのに、大多数に合うセオリーの動画っていうのを見て、それを実践していく時に余計自分のスイングを崩すことがあって、もっとここ書かれてるように実際スイング崩されてるわけじゃないですか。し一番怖いのはそれこそ本当にダウン量が強い人がどんどん打ち込んだりしたら手痛めます、軽症になったり、だから体を壊す恐れもありますから、ね、やっぱりレッスン動画っていうのは僕はあくまでも自分を知った上でその、見るべきだと思うんですね。そうするとあここは信じようとかこの人言われてる練習しようとかっていうのがもっとスッと入ってくると思うんですよ。だから僕が一番懸念してるのは何でもかんでもそのセオリー通りいわゆるまあ大多数に合うことを言うことがほとんどなのでそこをまあその鵜呑みにしてしまうともしかしたら自分が少数派かもしれないという可能性も絶対あるじゃないですか。その少数派の人がそれを鵜呑みにするともうますます迷走ですよね。だからまあ僕がよくフィッティング来られてそういう風になってる人だから僕はよく少数派ですよって言うんですよ。何々さんは少数派なんで世間一般でこう打てって言われてるのは真似しちゃダメですよっていうのはやっぱ言いますから、だからそれを知った上で動画を見るのとその知らずに見てそれを鵜呑みにするのではこれも全く変わってきますから。だからまあ本当に逆に言ったらレッスン動画とか YouTube 動画ってまあこのズババゴールもそうですけどまあ言うたら見るのはまあ無料じゃないですか。だからそういうのを知った上でうまく活用できればすごくいい武器になると思うんですよ。これはもちろんうちの動画もそうですし、だからただ知らずにそれを本当にまああの先生が言ってるからしようっていうのはその先生を崇拝してることは大事なんですけどもみんながみんな当てはまるわけじゃない、それが一方通行の動画の怖いところだと僕は思いますから、そこは知った上で自分の参考する動画を決めて行えばもっともっとこの YouTube っていうのは参考になると思いますので、まあさっき一番初めに言うまずいっぱい見当たらないことですね。まずこの人が話がすごい入ってきやすいっていうのをまず選ぶのと自分の数字を知った上で見るっていうことがやっぱ大事かなと。確かに確かに。ゆみちゃんはレッスン動画見てる？見てない。あ、見ないけど、私は英語をレッスンさせてもらってる立場なので、英語の方がどっちかって言ったら楽だよね。正しい文法とかこれ使われるっていうのがあるけれども、やっぱりその生徒さんが自分がここは合ってる、ここは直さなきゃいけないっていうのが分かった方がグンって伸びる。そらそうやね。で、特に日本人特有の R と L の発音が難しいとか TH の発音がまあ日本語にないからそれが発音できない、難しいっていう方は結構多いけど、でもできる人もいるし、めちゃめちゃすごい綺麗な発音される方もいるし、ただここがちょっと苦手だなっていうのをピンポイントで言ったりフィードバックがここをこうしてねって言ったらここを張ってるんだ、でここを直したらいいんだっていうのが分かるので、まあみんなそれぞれで得意なところっていうのはありますよね。やっぱね、そこがYouTube の皆さんのためにってやってるのがそこがないのが一番こうむずがゆいところかなって思ったりはする。まあどっちがいいってことはないと思うけどね。これ僕もフィッティングなんてこれで出来上がってるなんて思ってないですから、でもまあ一つの参考にしてもらってそこからもう一つ踏み込んだ時に来てもらえ、やっぱりでも直接話しないとなかなか分かんないと思います。だからまあね、ご自身の直感信じて、あ、この先生いいな、習いたいなってなったら、その人のところでこうね、行ったりとか、まあレッスン受けたり質問したりするのがいいんじゃないかなって思います。一番そうだと思います。はい。ということで、あまりいっぱい見て頭パンパンにならないようにしようねっていうことだね。そうですね。最終的には体壊す可能性があるんで、そこはやっぱり怖いですよね。なので、まあご自身を知るっていうのがまず一番大切なことだねっていうことですね。はい、では YouTube 先生ナミンさん、ご参考になりましたでしょうか。それではまんたけ TV、 また来週。ぜひね、担任の先生決めてください。担任の先生ね。チャンネル登録、高評価でたけちゃん、ゆみちゃん動画にすぐにアクセス。チャンネル登録よろしくお願いします。